トモが大輝のイケナインでダウンヒルにアタックしたんだって？マジでかよ。来るぞ。もうそこまで来てる。早い。まさか嘘だろ。この瞬間、2日前に匠が更新したダウンヒルのコースレコードは消滅した。プロのレーサーの実力を改めて思い知る東道塾生舘智之なら、プロジェクト D にリベンジすることができると意気込むが、社長なら多分こんな風に言うんじゃねえのかな。お前ら甘ったれてんじゃねえぞってさ。プロの世界で厳しい壁にぶつかり苦悩していた智之にとって、今さら行動のレースに出る気は起きなかった。だが素人相手の行動レースにこそ智之にとって必要な答えがあるという。塾長に促され、智之はフルチューンされた最強のデモカーに乗り込む。ただでさえ早い東道商会のデモカーにステアリングを握るのはあの舘智之だからな。すげえや。見てるだけで鳥肌立ってくるぜ。俺たちが一生走り続けても到達できないような異次元のゾーンだろうな。こうなるともうプロジェクト D のリベンジがどうこうじゃなくても、今度のバトルは絶対見届けなきゃな。レーシングドライバー舘智之の全開行動バトルなんて、この先二度と見るチャンスないぜ。一方、舘智之について凌介に京一が忠告する。プロのレーシングドライバーなんだぞ。東道塾の中では伝説的な男だぜ。悪いこと言わねえから今度だけはやめておけ。決戦の舞台八方ヶ原は上りと下りのミックスした複合ステージ。一体誰が走るのか。バトル直前になり、凌介が驚くべき決断を下した。昨日からのデータを見た上で俺の腹は決まった。今日は86で行くぞ。お前だ、藤原。すげえかっこいい。渋いっすよ、トモさん。レーシングスーツ。俺も一度でいいから、そういうの着てみてえな。バカ、これは職場の制服みたいなもんなんだ。これを着るからには遊びじゃ済まされねえ。道幅が十分にあるので、ここは並んでダッシュするスタートで行きたいんです。それでいい、全部任せる。なら第一コーナーへ向かってインサイド寄りの左側のグリッドにそっちの車を置いてください。悪くないな、ポールポジションだ。おい、なんだよ、マジかよ、86だと。予想もしてなかったことだな。 100% FD で来ると決めつけていたこっちの対応がもろに肩透かしを下ったな。非力な86を出すとは随分舐められたもんだぜ、ティモさん。それならそれで面白いことになるぞ。
が頼りだ。コーナーに命をかけたと言わんばかりのそのテンション、昔の自分を見ているような気分だ。まるでレースボックス、かなりパワーは出ているように、どこまで飛んでいける勝利の女神ってやつがどこかにいるとしたら、
そいつを感動させるだけの何かが今日のお前にあったってことだろう。俺の負けだ。行くんですか、トモさん。ああ、明日からまたいろいろあるし、夜のうちに戻った方が楽だからな。ありがとうございました、社長。社長が俺に何を言いたかったのか分かりましたよ。立場が変わるといつの間にか忘れてしまうのかな。プロとして高いモチベーションを保つために戻るべき原点が誰にでも必要なんだと思います。苦しくて迷った時に俺はどこに戻ればいいのか分かったんです。おい、大丈夫か。お前寝たのか。1時間半寝た。それぐらいで起きると結構頭すっきりするらしい。昨日負けたんだろ。負けてねえよ。なんだ。なんだってなんだよ。勝ってちゃ悪いみてえじゃん。いや別に。配達行ってくる。